くん。恥ずかしい。どうしたの？それじゃあね。こんばんは。ごめんね、もう休むところだった。これから出かけられない？ゆいちゃんも一緒に。内緒。ついてからのお楽しみってことじゃダメかな。さあ、何でしょう。私も一緒でいいんですか？もちろんだよ。三人でお出かけしようね。そうだね。どうしたんですか、ママ。なんだか少し顔が赤いみたいです。大丈夫。なんでもないよ。気にしない。ごめんね、ゆいちゃん。もうちょっとだから。私はパパとママが一緒ならどこまでだってついていきますから。着いたよ、キリト君、ゆいちゃん。
何もないことはありませんよ、パパ。花壇があるし、街灯だって設置されています。はい、それじゃあキリト君は私の隣に座って、ユイちゃんはここね。はい、ママ。うん、ありがとう。それでは、本日のメインの登場です。紙包みと小さな瓶、何が入っているんですか？美味しいものですか？とっても美味しいものだよ。ちょっと待ってね、用意をするから。あー、ワクワクします。ゆいちゃん用ね。ありがとうございます、ママ。いただきます。ここまで調整するのに、いろんな素材を使って何度も試したんだから。気に入ってくれたならよかった。これはね、私とキリト君の思い出の味なんだよ。パパとママの思い出。私に黒パンとクリームを分けてくれたのもこんな場所だったでしょ。あの日、あの場所でキリト君に教えてもらったパンの味をユイちゃんにも味わってほしかったんだよ。乗せることで食感や味が違った感じで楽しめるんですね。美味しいです。
ちが作れたから、あの日を再現してみたくってね。ゆいちゃんもいるし、三人で食べたいなって思ったんだ。キリト君と初めて出会った頃のパンの味ってところかな。このパンは私にこの世界で生きる気力を与えてくれたから。子供みたいに。黒パン作ってくれますか？
ちろんだよ。また三人で一緒に食べようね。私も一緒に食べたいです。ありきたりな言い方だけど、私、キリト君とユイちゃんと家族三人でいると本当に幸せなの。キリト君とユイちゃんがいるから私は生きている実感があるし、二人がいるから楽しく毎日が送れるのかなって。私もパパとママのお手伝いをします。キュー。あ、はっ、じゃあ私も。
よし